ははい、いおはようございます、えー。先日ねアップしました「違法局問題」について、えー、第2弾ですと、えー、たくさんのねご視聴やコメントありがとうございました、えー、その中で一つねコメントを紹介します。動画拝見しましたが最近のコールを言わない違法局は実は大半が会社ぐるみで講習会を受けて局面まで持っています。 一方、総務省の電波検問は局面しか確認しないので、それら違法局は余裕でスルーされてしまいます。また、80条報告を出しても大半がシカとされて終わりです。そこで札幌では、5年くらい前から融資が動き、違法局の発信源を数百件特定して、公共事業の発注者や元請け情報提供を行い、対策を依頼し、同時に相通のケも蹴りながら、 さまざまな方法で違法局を激減させました。また市役所の工事や除雪の使用書にもアマチュア無線の違法利用対策や使用時の退場規定なども盛り込ませました。本当に違法局をなくしたいなら80条報告を呼びかけるだけではなくなりませんよ。はい、えーとのことです。コメントありがとうございました。あの、違法局無線のね、取り組みとして、えー、紹介させていただきました。えっ、ー、とね。 はい。あの、この活動はね、当局もね、前から知ってましてね。まあ、あの、これぐらいしっかりやると、えー、成果があるんだな、ということで、えー、理解しておりますのでね。えー、この事例をね、参考に、えー、アクションを起こされる方はぜひということでございますね。はい。以上です。ありがとうございます。